言葉に出しよう。パチパチよ。あらすじ。リングの川渡りの能力で葵はついに大きな川を渡った。さあドラゴの元に向かおう。じゃあ向かいます。スムージー作ろう、危ないから。念のため、うん、回復。ほうれん草、上ほうれん草スムージー作っとこう。で、なんか緑茶とか作れる。さあ準備はいい？ちょっと怪しい感じの曲が絞って。じゃあスムージー。それではリングフィットアドベンチャーワールド4のドラゴ戦行きたいと思います。あのドラゴンが来るまでスポルタ王国は無敵だった。しかし今民は圧倒的な存在を前にし、スポルタのプライドである闘志を失ってしまった。今やその辺りの魔物にすら手を焼く始末だから、一刻も早くあれを倒さねばならぬ。さあ行くぞ、スポルタのプライドを取り戻すために。じゃあプライドを取り戻しに行きましょう。お腹すいた。あ、まず行かなきゃいけない。やばい、結構きつい。険しいんだけど行くまで結構きつい。あ、やばいやばい、すごい腕が、ね、腕が腕が三つ目の力を取り戻せって言うわけじゃない。お前はこれ食べな、僕はどこまででもお前を追いかける。知ってるか、それをストーカーと言うんだ。逆ゲームだったの。お前のような悪党は俺のダイヤモンドカーブで振り潰してるわ。あ、じゃあ始まりました。あ、なんか横にマットみたいな敵がいるので倒したいね。まずはスマイショーから行きます。なんかマットに乗っちゃったよ。あ、回復したらよろしくない。やばい、マット横にマットいるんですけど、マット2回から伝えて結局ドラゴンの HP がなんかほぼ満タンになってしまったから、早く入るの。俺もパイパーありがとう。ちょっと全体攻撃が早く分かるんですね。でブラックがね、結構攻撃が50番ブラックが取れてるって感じで、これ見えないかもしれない。違う、こうだ、ちょっと反応しない。また回復する。え、待って、早く倒せ。ちょっと全体攻撃して。リンガーロンの。
さん。あ、みんなさんに教えてくれる。あ、まだ。あ、おしまっと食べそうだよ。そう。あ、筋肉自慢してる。ちょっとスマイルで確実に待って倒します。あ、倒したなと。何アームツイスト、両手をまっすぐ上げ腕をひねる、すっきり二の腕、肩こりの改善、体幹の強化という技を手に入れました。じゃあアームツイスト、赤色の技なのでリンガーローと交換します。あ、早っ、30分経った。あ、よかった倒せたビューティフルじゃあ行くよ行くよ。あれ腰を下げて伸ばして、じゃあ調べます。運動後の体を調べる。走らなければそんなにいかないと思う。お、脈拍122回、運動の強さ 64% の適度な運動だそうです。ドラゴスタディアンの運動、活動時間10分2秒、消費カロリー 20.99 カロリー、走行距離、これは90メートル、よくわかんない。 9メートル。あ、そっか、主にこれやってたから。はい、じゃあ称号を獲得しました。趣味は英雄1のポーズ、ブランクに夢中、桃でプッシュに夢中容赦なしか。俺なんかよりお前の方がよっぽど危険だと思うがな。お前のような危ないやつから一人で身を守るのも辛くなってきたな。俺も守りを固めねば。
これ、え、仲間的なドラゴンの。やばい、もっと強くなるってことかな、次のワールド。と、強大な敵に立ち向かうこと、それはスポルタ人にとって何よりの誇りだ。お前はそれを我々に思い出させてくれた。見たか、皆の者よ、ドラゴンの脅威は去ったのだ。もう我らに怖いものはない。スポルタ最強、救世主様。救世主様。おお、やっと元の元気が戻ってきたな。これもみんなお前のおかげだ、葵。この国の誇りを取り戻してくれてありがとう。スポルタの救世主にバンザイ。すごい、救世主様バンザイ。バキって言った、バンザイしただけで。救世主様。最初はひよっこなんて呼ばれてたのにね。でももうこの国は大丈夫そうだね。それにしてもドラゴが言い残していった守りを固めるって言葉が気になるんだよな。でも今はドラゴが逃げた先の国が心配だ。さあ僕らも急いで追いかけないと。